次に、こと、エンリケ・カストロ・ゴンサレスは、スペイン・オビエド出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。ポジションは FW。リーガー・エスパニョーラ通算219得点は、歴代6位である。プリメーラ・ディビシオンでのピチーチ賞受賞5回は、テルモ・サラの6回に次いで2位台である。同じく5回獲得した選手に、リオネル・メッシ、ウーゴ・サンチェスとアルフレッド・ディ・ステファノがいる。 セグンダ・ディビシオンでの2回の得点王を合わせ、合計で7回得点王を獲得した。スポルティング基本アスティリアス州オビエドに生まれ、1968年にアマチュアクラブのエンシデーサからり町、基本にあるスポルティング基本に移った。同年にトップチームデビューし、1969から70シーズンにはセグンダ・ディビシオンで24得点を挙げて、 得点王に輝いた。そのシーズン終了後にプリメーラディビシオン昇格を決めると1970から71シーズンは初のプリメーラディビシオン挑戦ながら30試合に出場して13得点を挙げた。その後の9シーズンでリーグ戦一桁得点に終わったシーズンは一度しかなく、プリメーラディビシオンで三度、セグンダディビシオンで一度のリーグ得点王に輝いた。 九百七十三から七十四シーズンにはプリメーラディビシオンで初の得点王を獲得したが皮肉にもプリメーラディビシオンで二度目の得点王を獲得した九百七十五から七十六シーズンにセグンダディビシオン降格となった九百七十六から七十七シーズンにはセグンダディビシオンで二度目となる得点王に輝き九百七十九から八十 シーズンにはプリメーラディビシオンで3度目の得点王に輝いた。FC バルセロナ1980年夏、スポルティング基本のセグンダディビシオン降格以来興味を示されていた FC バルセロナに移籍した。1981年3月1日、エルクレス CF 戦で2得点を決めた試合後、2人組の男に銃を突きつけられて、小型トラックに乗せられ、誘拐された。 事件は様々な展開を見せたが、スペイン警察とスイス警察の協力により、3月25日に無事に救出された。この期間内に FC バルセロナは4戦して1分しかできず、結局はタイトルレースから脱落することになった。このような事件があったにもかかわらず、1980から81シーズンと1981から82シーズンだけで、 リーグ戦、合計47得点を挙げ、2つのクラブをまたがって3シーズン連続となるリーグ、得点王の栄誉に輝いた。遺跡初年度のコパデルレー決勝ではフルススポルティング、基本相手に2得点して優勝し、1981から82シーズンの UEFA カップウィナーズカップ決勝では、ベルギーのスタンダールレージュ相手にカンプノーで逆転勝利を収めた。 ホームでの CD カステリオン戦で、クラブの通算3000得点目を決めたが、1982から83シーズンと1983から84シーズンは、出場機会が減少し、35歳だった1984年に、現役引退を表明した。スポルティング基本復帰 FC バルセロナは、引退記念試合を開催したが、彼は、 現役引退の考えを改めてフルススポルティング、基本と契約し、FC バルセロナでの晩年よりは、比較的多くの試合に出場した。1987年6月14日、FC バルセロナ戦が現役最後の試合となった。プリメーラディビシオンでは448試合に出場して219得点を挙げた。現役引退後は、スポルティング基本のフロントに入った。 1970年10月28日、サラゴサで行われたギリシャとの親善試合で、スペイン代表デビューし、初得点を決めた。1974年11月20日の UEFA 欧州選手権1976予選、スコットランド戦では2得点を挙げたが、UEFA 欧州選手権1976本大会に出場するメンバーからは外れた。 1978年3月から4月にかけて、ノルウェーとメキシコとの親善試合で立て続けに得点し、1978FIFA ワールドカップ本大会に出場するメンバーにも選ばれたが、本大会では得点することなく一時、リーグ3位でアルゼンチンを去った。1980年には UEFA 欧州選手権1982、出場し、ベルギー戦で1得点を挙げたが、 彼が主要国際大会で挙げた得点はこの1得点のみである。1982年には母国開催の 1982FIFA ワールドカップに出場したが2次リーグで敗退した。スペイン代表としては通算35試合に出場して8得点を挙げた。2018年2月27日、帰宅途中の車内で心筋拘束を起こし、 救命措置が行われたものの搬送中に容体が悪化、死去した。68歳没。ありがとうございます。